今日午前8時ごろ、途中桜まで行く、桜木雪だ、速球サンダーバードと使われてる、あの、特急サフィーロドリコだ、100個に入ってる途中で人ら見えました。1分3行目から見えました。こういう感じで脱線です。脱線乗ってるのに脱線の人ら見えま、見ていました。警察によりますと、今、電車系のところで使われてない電車乗りました。使われてない電車のところら辺で今、車庫から電車が脱線しています。真ん中は作用メラちょっとバックしちゃって、ずれてる人になりました。警察からタイヤの修理が起きました。こういう感じでした。これが、まあ、地震のニュースです。地震こうなりました。次のニュースです。お伝えです。N700 系の、E5 系だ。貨物電車だ、脱線です。こういう感じで脱線しましたら、こういう貨物電車です。貨物電車は、運転手さんに聞いてみますと、今日から電車の脱線でバックしちゃうなってるよ。なんか、自転車から飛び出してる人がいて、なんか、現実をできなくなりました。はい、今田さんありがとうございました。ここら辺ですね。ここら辺に着きましたから、なりました。ここら辺で、皆さんの不快な貨物電車に脱線したら、いうことになります。貨物電車の何車両か脱線にしました。ちょっと4行目がちょっと脱線をなりました。線路の状態のこれで、ね、線路の状態です。線路の一つをドリンゲしました。で、今から電車が発車します。乗ってるのを見てください。見ておくれ。はい。特別対応の発車です。黄色いブロックの発車を見ててください。この電車は、電車に特別対応です。進路の西までお待ちください。もうちょっとの発車です。はい、脱線しました。はい、今日と消しましょうが脱線しました。はい。ここです。ここら辺が今脱線しました。15系だね、今ね。なんか今65系が今脱線しました。今これです。こういう電車で今脱線しました。自動車で今ね、脱線しました。あとですね、なんか、貨物電車車両がちょっと脱線しました。貨物電車がちょっと脱線しました。ちょっと脱線しましたよ。はい、貨物電車。サフィーロドリコもちょっと脱線しております。また新しいニュースが出たら言います。